デモンソルジャーの A0 です。つないです。今回は SV でリストラされた技の最弱を決めていきます。剣盾から今までにあった技が使えなくなる、いわゆるリストラ技が登場しました。いっぱいあるけど有名なのだとメザーパとか恩返しとか、まあ、SV でも同じようにリストラ技が存在するんですが、対戦環境のバランスを考慮してのことや、専用技のポケモンが内定してなかったり、世代の仕様的に再現しづらい技などリストラされる原因にはいろいろあると思うんですけれども、まあ、中にはこれなんで消えたんだろうっていう技があったり、なんならなくなったことに気づいてすらない技もたくさんあります。めっちゃありそう。というわけで今回はそんなリストラされた技の中で一番弱いなんで消えたの技を決めていきます。はい。ポケモン SV バージョン 3.00 以降で使用不可能な技が対象となります。青の円盤以降ってことだね。ポケモン SV レギュレーション F シングルバトルの環境で使い道がありそうかを評価基準にしていきます。誰が使うとかあんまり考えないってことで OK。 その技自体を使った時にどういう影響がありそうか、現実的に覚えそうな範囲で考えていきます。あとシングルで効果がないスポットライトは除外、あと専用技を覚えるポケモンが内定してないから使えない技、エラガミとかアフロブレイクとかは対象外とします。以上の条件に当てはまるのが全部で98個の技、結構あるな。技なので物理、特殊、変化技の3つに分けて選んでいきます。はい。いや、まず物理技、とんでもねえ攻撃技じゃない限りは攻撃技が最弱になることあるのかな。シンプルに威力がある技はだいたい最弱にはなりづらい。デメリットがめちゃくちゃでかいと最弱になる要素があるんだけど、アイスボールとか、これはデメリットなのか。普通に使おうとすれば使えるでしょ。怒りとか金銀のワニの子が使ってるだけ。そうね。でもまあデメリットは正直そんなないからな。第3世代以降の効果だと怒り状態になりダメージを受けるために攻撃が1段階上がる。まあ受動的罪技っていう珍しい技だけど。我慢、我慢はさすがに感あるな。対戦環境で2ターン待たせてくれることないからね。まあ一応4世代から先制技になったのはまあまあ偉いとこではあるんだけど、ギリギリ。我慢解くとき先制で殴るってこと？我慢する、殴る、我慢する、殴る、解く。おお。だから高校だったらほんまにえぐいこと起きるじゃん。じゃあまだ思ったより強いのかなこれ。強くないけどね別に。2ターン分返すミラコカウンターってことでしょ。一旦確実に相手に渡しちゃうってことを考えると、まあさすがにデメリットかなっていう感じだな。絡みつくとか吐くほど弱いけど、まあ、こっちでもいい、我慢じゃなくて。殴ってないしねこれ。どっちか入れて肩考えろって言われたら我慢で考えたい気もする。シンプル殴りだったら絡みつくより下回る技なんてもう峰打ちとかそういうデメリットがないと起きえないよ。そうだね。まああとはなんだ、プレゼントみたいな、相手回復させちゃうみたいな、まあ、それでもさすがにって感じだし。リストラされた物理技の中では我慢か絡みつくになりそうだね。まあ我慢のがマシかな。まともな我慢ポケモンでもラグラージぐらいの硬さあったら、まああとエンペルトとか。そうだな、絡みつくで型成立させるの無理だもんな。うん。リストラされた技物理技部門最弱は絡みつくで、はい、では次特殊技16個。かなり数少ないね。目につく弱い技はいっぱいある。デメリットっていう面だとシンクロノイズ、同じタイプの相手にしかダメージが通らない。これは何、ゴルダックの水タイプへの打点だよ。まあギリだな。あと他何って言われたら、まあまあシンプル弱い泡とか竜の怒りとかソニックブームとか。ああソニックブームあるならソニックブームだな。さすがにかまいたちも弱いけど一旦貯めて威力80だから実質威力40、泡と一緒だ。泡より弱いかも。そして PP5 の技最弱、切り札だっけ。ああそうかも。切り札もマジで弱いけど、まあ、タイプが水よりノーマルのが弱いというのは置いとくとしたら泡よりかは強いからね。初動威力40だから PP5 の時順番に打っていけば40、40、50、60、80、200、3回打つなら泡より強いか。さすがに泡より強いでいいんじゃないか、切り札は。さすがにそもそもかまいたちより切り札の方が強いでいい。かまいたちだって意味わかんないもん、何も得せん。ソニックブーム、泡、かまいたち、シンクロノイズ。シンクロノイズ使う方法だいぶある感じするけどな。他に比べたら向こうの相手は多いけど使いどころがあるっていうのが大事な気がするから。これはソニックブームか。ちょっとえぐい感はあるよね。ソニックブーム入れてなんか型思いつくかと言われたら、なんだろう、なんかあるかな。
そもそも今テラバーストあるんだから、ソニックブームを覚えるポケモン全員ソニックブームじゃなくてテラバーストでよくね。いや、まあダメージ20出せないかもしれない。レベル1対戦とかで使おう。いや、それ禁止ね。レベル5対戦までは竜の怒りソニックブーム禁止だから。ルールがルールなら最強技だけど、今回はレベル50ルールなのでソニックブーム最弱でいきましょうか。そうしよう。次、変化技41個。えぐいのあるな。えぐいの基準がないと分かんないな。普通に使う可能性があるやつを一旦無視して。 PP5 の技、変化技最弱で怨念になったんだっけ。てか怨念って SV ないんだ。うん、ないらしいね。ギフトパスは意味わかんないよ。基本的に投げつけるの方がいい。相手持ってない時にしか発動しないから、持ってるから大丈夫。トリック覚えなくて投げつけるで効果が発揮できない持ち物を相手に渡したい時、そして叩き落とすなど覚える時。まあ相当ではある。ちなみに悪夢って技もすごいよ。悪夢えぐい。相手寝かすじゃん、グーグーするじゃん、その次先生で悪夢するじゃん、即起きされたら2ターン無だよ。え、これってさ、もう一回寝かした後もう一回悪夢打たないといけないんだよ。そのイメージだった。えぐいよね。え、悪夢ってそのもともと眠りターンが長かったさ、その4世代以前だったらさ、まあ、マシとは言わないけどバカすぎる性能ではないって感じだったけど、意味はわかる技だったけど、まあ、今は普通に意味わかんないよりではある。起きた後も効果が残っといてくれるんだったら別にいいんだけど、嗅ぎ分けるとか別に弱いだけでデメリットではないし、なんなら強い。ミアルブルローブシの過去世代だから。いたか。でもゴーストテラスの時代だから何か活かせる可能性はゼロじゃない。じゃあ鍵分ける理論だったらミラクルアイも OK。 ミラクルアイいいんじゃない。他になんかものすごいの、保護色とか。保護色はやばいか。通信対戦では、まあ、ノーマルになることが多いのか。まあさすがに今もノーマルと考えていいんじゃない。ノーマルタイプになる技、ジガルで覚えるんだって。テラス環境で使うかって言われたらちょっとだいぶ謎な気はするけど、ベノムトラップも結構すごいこと言ってるけど、まあでも毒ビシが強いこの SV 環境においては意外とやれるという説が。毒状態になってる時点でなんか余裕なんだったら適当に打ってもいい。余裕なんだったら打たなくてもいいけど、毒ではめるのを確実にする。まあまあ、まあ、弱いけど。じゃあ悪夢とギフトパスなんじゃね。悪夢ギリギリ効果あるか。まあ最長ターン寝てくれれば悪夢のおかげで勝てることもあるかもしんないからな。まあまあまあ、だいぶマシな気がする。ギフトパスのが弱いか。実は怨念のが弱いとかある。 PP0 になるって嬉しいよ。使いどころはあるからな。海流の地震の PP なくすとかね。で誰かで起点にするみたいに。やっぱギフトパスか。ギフトパスかな。じゃあリストラ技変化技部門最弱はギフトパスで、では物理技最弱絡みつく、特殊技最弱ソニックブーム、変化技最弱ギフトパス、どれが一番弱いでしょう。威力10ってさ20ダメージ出ないよ大体。威力100で200ダメージってあんま出なくね。試しに A ブッパの海流でウーラオスに絡みつく打ってみたら、えダメージ7から9なんだ。でしょうね。ノマテラハチマキ、あでもノマテラしたら威力上がるか。確かに。ああじゃあそれが使い勝手ってことか、絡みつくの良さか。そう、ノマテラハチマキ絡みつく威力上がるからさ、ウラオスに半分入るよ。じゃあノマテラすることで威力60を叩き出すというのが絡みつくの使い方だ。ひどいな。ソニックブームとギフトパスはそんなことないから。でギフトパスでなんかうまくやろうとするのと、ソニックブームでなんかうまくやろうとするのだったらギフトパスのがまだ可能性がありそうな気は。ギフトパスは可能性の塊だけど、ソニックブームはどう転んでも命中90、20固定ダメージだし。ソニックブーム殴ったから勝ちましたなんてこと絶対にないし、ね、それ他の技なら余裕で勝ってる。すがにソニックブームか。これそうだね、ソニックブームがリストされた技の中で最弱ということで。ソニックブームってなんで消えたんだろう。なんでだ。存在することに意味がないから。ストーリー序盤ソニックブームめっちゃうざかったけど、それか。うん。コイルのソニックブームめちゃめちゃうざい。耐性強いから倒せないしな。3世代コイルあるあるだけど、なくてもいいよ。ソニックブームなくて困ってるよって人いたらコメントで教えてください。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。お願いします。